はい、長野方面から来まして峠を越えたところですね。南魚沼市の方を今撮影しています。雪が降ってからは初めてですね、こちらの山を見ましたけれども、右手が牧畑山で左手が八海山ということで、もう雪化粧っていうんですかね、白くなってます。思ったよりもやっぱり山高いなって感じしますね。で、まあ、長野方面走ってる途中ですね、まあ、野沢温泉とか、まあ、裏側の方ですね、コースなりに雪が積もっていて、あ、雪降ったんだなって、積もったなっていうのは確認できましたけれども、これだけこうはっきり雪、山に雪が積もってるというのを確認したのはちょっと今年初めてですね。で、今夕日が沈んでますので、ちょっとスマホでは分かりにくいですけれども、少しこう雪山もオレンジ色というかですね、夕日に染められているような感じで非常に綺麗なんですけど、まあ、スマートフォンでも綺麗ですかね。はい、これを見てやっぱり雪、冬ですね、雪山シーズン近づいてるなっていう感じがします。で、改めて自分がこうやりたいこと、好きなことがあるってことは幸せなことなんだなということを感じてます。 YouTube 毎日見てる中で、まあ、たまたま見た番組、チャンネル、まあ、いろいろあるんですけど、まあ、そこで好きなことを見つからないんです、わからないんですっていう、そういった悩みをお持ちの方も結構多いみたいですね。で、まあ、YouTube の、まあ、そういった、まあ、いわゆるインフルエンサーと言われる方に相談、まあ、コメントされたりですとか、まあ、あとはそういった方、相談を受ける方っていうのは、なんかそういった自分のやりたいことの見つけ方とかですね、まあ、そういった内容の本、書籍は出してるみたいですね。で、結構売れてるということで、まあ、改めて、やりたいことがわからない人、方っていうのが多数おられるんだなということを感じますね。で、これある方のチャンネル見てましたら、好きなことを見つけられない人、まあ、多いということは、まあ、よく聞くと知ってるということで、まあ、その上でですね、なぜかというと、その自分が好きなことをが何かっていうのを分かるためには、まあ、とにかくいろいろこう経験してみないと分からないということなんですよね。で、もう気になったことはもう次から次へと体験経験をして、で、最後の最後に残ったものがやりたいことなんだよとその方は言ってましたね。で、これ、まあ、私もこうやって言葉にして、まあ、そうだよなって感じで納得はしたんですけど、結局、まあ、自分も5年10年と続けていたものの中からですね、やっぱり未だにこう続けているものっていうのがやっぱり好きなことなのかなということで、まあ腑に落ちたんですけど、そうですよね、何もしないのに、何もこう体験してないのに、何が好きなのかとかやりたいことなのかってわからないですもんね。これ至極真っ当なこと、当然といえば当然のことなんですけど、あたかもこう何かのタイミングでその与えられる機会がこうあるとかですね、誰かから言われるとか、天から降ってくるじゃないですけど、まあ、そういったことを求めてるようだと、まあ、好きなものことって見つからないですよね。そう、その方も、その方が言ったのかな、何かあれが食べたいとか、これが食べたいなとかって思ったら、まあ、お店に行くなりやっぱり行動するわけで、食べたい、例えば、まあ、ケーキ食べたいって思っただけじゃやっぱり、まあ、そこに
好きなものがポンと目の前に来るわけでもないですしね、うん、あ、それはまたちょっと別の話でしたね。あの全く違う方が別の内容で話してましたけれども、ちょっと話ちょっと脱線しましたけど、まあ要は本当に、うん、気になったら試さないとわからないということですよね、うん、まあそうですね、身の回りの20代の方を見てても、まあ、気になることはこう手っ取り早くこう、うん、やるっていうことをしてる人もいますし、まあ、でも例えばこちらから提案したりですね、まあ、私の言い方もちょっとしつけがましいところもあったのかもしれませんけれども、まあ、反応がこういまいちだったりですね、いやそうは言ってもみたいなことを言う場面もありますし、うん、まあ、特に10代20代とかだったら本当に迷わずやるべきだなと、うん、感じましたけどもね、まあ、身近にそういった方がいましたのでちょっと思い出して、今話してみましたけれども、はい、まあ別に10代20代限ったことではなく、30でも40でも70歳でも80歳でも、うん、同じことを言えると思います。もう躊躇してる時間暇なんてないんですよね。本当にやりたいと思ったらやるべきで、うん、まあ、お金がないとか時間がないとかっていろいろ制約あるかとは思いますけれども、うん、まあ、それさえもそんなの言い訳だよっていう人も結構いるんですけどもね、 YouTube 見てると、いやいやそうは言ってもってここで自分も言ってしまうんですけど、まあ、自分ができる範囲内でやれることっていうのはもうどんどんやっていきたいと思いますしね、うん、そこでまた新しいこと、うん、ワクワクすることっていうのが見つかれば、うん、これ本当に嬉しいことですし、はい、いや楽しい、なんか話してたらすごい楽しくなってきましたね。はい、まあ、ワクワク大切にしながら日々過ごしていきたいと思いますけれども、はい、こう話してる間に、あ、もう少しやっぱり、雪も積もれば綺麗になるんですけどもね、雪山も、うん、はい、まあ、ということで、今日感じたこと記録してみました。ということで以上。